10月22日火曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。火曜日は、河野桃音がお届けいたします。本日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、そして3分でわかる企業経営、100社100食のストラテジーをお届けします。 コンビニより多い歯科医院。動き始めたキャッシュレス。全国の歯科医院でキャッシュレス化が進んでいます。背景にあるのが2023年9月に厚生労働省が医療機関向けに出した事務連絡です。適正が曖昧だった保険診療のクレジットカードや電子マネーでの支払いについて可能とする判断を示しました。 司会員は個人経営が大半で、脱現金の取り組みが遅れていましたが、国がお墨付きを与えたことで状況は変わり始めました。ネットフリックス独創、他社作品も総取り、スーツなど再ヒット。アメリカの動画配信大手ネットフリックスが他社作品の獲得に力を入れています。 潤沢な予算を投じる独自コンテンツに加え、往年のヒットドラマも配信することで会員層を広げています。動画配信分野で一強とも言える盤石の地位を武器に、IP、知的財産を総取りする構図です。東方が買ったアメリカの配給会社、アニメ人気の立役者、巨大市場開く、 東方が北米でアニメーション映画を配給するアメリカの G キッズの買収を決めました。G キッズはスタジオジブリ作品などを劇場上映し、北米でアニメ人気を作り上げた立役者とも言える存在です。東方は買収によってラインナップの拡大やアメリカの映画界での存在感を高めることを目指しています。 工場に地元飲食店、職場楽しく、カルビーの仲介事業拡大。工場の敷地内に地域の飲食店やベーカリーが出店する動きが関東で広がっています。カルビーが2023年に始めた仲介プラットフォーム、フードフォーファクトリーに登録する店舗は直近でおよそ80店舗、工場は40カ所ほどに増えました。 単調になりがちな工場勤務を食で彩り、職場の魅力向上に挑んでいます。鶏肉の在庫増加、チキンレース、牛肉、豚肉の高値で調達進む。鶏肉の国内在庫が増加基調で、直近データの8月末で6年3ヶ月ぶりの高水準となりました。牛肉や豚肉の高値が続く中、 鶏肉は相対的に安いため需要が堅調で輸入業者が在庫を積み増しています。ただ、在庫の高水準を背景に鶏肉相場が9月以降に難聴な展開となっており今後の在庫動向には不透明感が漂っています。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉はファウンドリー。 こちらチェックしておきましょう。ファウンドリーは顧客が設計開発した半導体の製造を請け負う事業者を指します。半導体に回路を書き込む前工程の作業を担い、半導体技術の高度化に伴い役割が増しています。インドの調査会社フォーチュンビジネスインサイツによると、2024年のファウンドリーの市場規模は、 前年とと比べて16% 1484増加の億ドル、およそ22兆円となる見通しです。以上が今日知っておきたい用語ファウンドリーの説明でしたニュースで見かけたらチェックしてみてくださいここからは3分でわかる企業経営100社100食のストラテジーのコーナーです 十人十色と私の名前の百という漢字をかけて百社百色。企業ごとの多様な戦略を取り上げ深掘りしていくコーナーです。あなたと一緒に企業研究進めていきましょう。今週取り上げるのは、あえてバズらせない銭湯です。今年開業した話題スポット、東急プラザ原宿原門の中に90年続く銭湯。 コスギユの2号店がオープンしました。多くの店では、新しく開業した際には、新店効果を活かし売り上げをつかみ、認知度を高めるパターンが通常ですが、コスギユは異なるアプローチをとっています。話題の施設で終わらせないための工夫に迫ります。コスギユ2号店は開業直後、限定オープンとしました。 営業時間は午前7時から午後11時までですが、4月17日のオープン後、5月12日までは、午後の時間帯である正午から午後6時の営業を休止しました。しかも利用者を地元原宿の住民や働く人だけに限定しました。限定オープンにした理由は大きく2つあります。 一つ目は、長期的に銭湯を運営していくには、地元の顧客の信用獲得が欠かせないからです。もう一つはオープン後、多くのお客さんが訪れることで、スタッフが疲弊してしまうことを懸念したからです。5年、10年と歳月をかけて地域の文化に育てることを目標としており、一時的に SNS でバズるような仕掛けをできるだけ排除しています。 例えば、原宿の銭湯というだけで、利用者が写真を撮り発信するケースが多くあります。しかし、意図的にフォトスポットになるようなオブジェを置かないようにしました。この結果、インバウンドも少なく、混雑を避けることもできました。フルオープンした8月1日以降は、1日500人を超える利用者の日もありましたが、回転率は高く、 待ち時間は10分程度に抑えています。小杉湯はスタッフに対しても優しい職場づくりを心がけています。二号店は一号店とは別会社としており、週休3日で終身雇用、失恋したら翌日は有休休暇ありというような昭和と令和を混ぜたような雇用条件を掲げています。本日の百社百職のストラテジーでは、 あえてバズらせない銭湯を取り上げました世の中の企業は目先の利益に走りがちですがそれに背を向け地域に根付いた銭湯を目指しますヤング日経火曜日河野桃音がお送りしておりますさて今日のエンディングはディズニーのお話です先日東京ディズニーシーの新エリアファンタジースプリングスに行ってきました ディズニー好きでありながら、夏はサマースクールでノルウェーに行っていたこともあり、やっと行くことができました。新エリアのアトラクションを体験するには、パスを取得しなければなりません。4つの新しいアトラクションのうち2つ、アナとエルサのフローズンジャーニーと、ピーターパンのネバーランドアドベンチャーというアトラクションのパスを取得できました。ピーターパンのネバーランドアドベンチャーは、 ピーターパンと一緒にピーターパンの映画の世界を飛びながら旅するアトラクションです。乗ってみて驚いたのはアニメのようで現実のような演出です。ソアリンのように映像を見ながら飛ぶように動く部分もあれば、実際に作られた造形物を見ながら動く部分もありますが、その境目がないと感じられるほど工夫がなされていました。 映像を見ていたかと思うと、いつの間にか目の前に実際の造形物のキャラクターが出てきて動いているなどして驚きました。さらに映像もアトラクションの動きも本当に飛んでいるようですごく楽しかったです。乗り終わって次は穴雪のアトラクションと思ったところで、なんと穴雪のアトラクションがシステム調整に入ってしまい、乗ることができませんでした。 しかし代わりにマルチエクスペリエンスというチケットがもらえました。私がもらえたのは2年間の間今後入園した際にどれか一つのアトラクションに優先的に乗れる権利がついているものです。このマルチエクスペリエンスはなかなか発行されないもので私も人生で初めてもらえたので穴行きに乗れなかったのは悲しいですが レアな体験には嬉しく思いました。これでいつでも穴雪のアトラクションに乗れるので、次回こそは楽しんでいきたいと思います。さて、先週もコメントありがとうございました。今週も気になったニュースなどコメントをお待ちしております。お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。また、このチャプターのリンクから、ヤング日経のツイッター X にアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選して投稿していますのでぜひフォローをお願いいたします。今日もお聴きくださりありがとうございました。明日水曜日は、もちづきさんこと、マセともえさんが担当です。明日もお楽しみに。あなたと作るヤング日経、火曜日は、幸福のももねがお届けいたしました。 それでは元気に、いってらっしゃい。